Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety.各チームしのぎを削るこの大会、熱戦を勝ち抜くことはできるのか、プライドをかけた戦いの始まりです。この時間は浦和レッズ対柏レイソル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。6万4000の収容人数を誇る日本を代表するスタジアムで、これまで数多くの国際試合が開催されています。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。浦和レッズ対柏レイソル、強豪同士がぶつかる90分、トッププレーヤーの共演を堪能しましょう。そうですね、どちらも実力がありますからね、面白い試合になるでしょうね。はい、危ないシーンでしたがクリアの対応。オフサイドですね。さあ北澤さん、今日のこのゲーム注目すべき選手を教えてください。やはり伊東純也のスピードには期待ですよね。彼のいいところはもちろんあのドリブルなんですけど、縦への突破から一つ中に切り込んでくるんですよね。あれをやられるとディフェンスは嫌ですよね。このゲームでも彼はそういうプレーを期待されているでしょうから、積極的に仕掛けてほしいですよね。なるほど、そのあたりも注目しつつ今日の試合見てまいりましょう。コーロキに渡る。さあカウンターを仕掛けます。コーロキ、ボール向かってきますよ。裏を狙っていきます。クロスを選択、これを止めます。さあつながるか、インターセプト。古賀、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。小泉、浦和レッズカウンターを仕掛けます。スルーパスを出す。フリーで受けた。細谷、まあ両チームとも攻めきれないっていう感じはしますけど、守備がいいっていうことも言えますよね。柏ボール。柏は2本目のコーナー。さあどうだ、シュート、これは惜しい。高峰、この試合最初のシュートを打ちました。秋元、片山、このボールをカットします。レフリー笛は吹きません。ここは奪います。カウンターですよ。スルーパスを狙う、中折り返した。うわ、もう一度ゴール。旗が上がっています。いや惜しかったですね。いやしかしレフリーよく見ていました。岩尾、いい守備です。これは合いません。伊藤、伊藤からコーロキ、このセカンドボールは裏へのスルーパス、コーロキのパス、エリア内いい守備です。
ベースを狙う。どうだ。このボールに触ります。サカ、縦へのボール。関根からコーロッキー、さあチャンス、シュート。いやー、先制。いい位置でボールを受けてのシュート。一連の流れ見事でしたね。いやー、パスからのシュートの流れが素晴らしかったですよね。やっぱりゴール前はこういう一瞬の判断が勝負を分けますし、ゴールに向かう姿勢が決定的なプレーにつながってきますよね。ディフェンダーとしてはちょっと対応の難しいゴールでしたよね。さあ浦和、貴重な選手、シュート、同点。フェイソル決められてから北澤さん、またすぐでしたね。短い時間でよく追いつきましたよね。このままリードまで持っていきたいですよね。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。柏、同点に持ち込みました。ゴール決まった後はやっぱりどこかに隙が出るものなんですけどね。そこを見逃さないでよく決めましたよね。そうですよね。と呼んでいた。浮き球を狙う片山、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあここでカウンター、マテウス・サビオ、細谷、ドグラスへ、右サイドへ振ってドグラスから伊藤、これはいいディフェンス。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。スライディング、組み立てながら攻め上がっていく。このパス回し、スペースを狙った。さあ打てる、シュート。これは気迫の守備。血が前に出てますよね。さあラストプレーになるのか。前半キーパーバーへの頭で来た。岩尾、クロスを頭で合わせてきました。前線出てくる人数が多いでしょうね。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。前半を終え今のところ同点という状況です。お互いの持ち味を発揮した45分間でしたね。見どころも非常に多かったですし、後半も期待できると思いますよ。浦和レッズ対柏レイソル、1対1の同点で前半を折り返します。後半見ていきましょう。浦和としては攻撃の形はできてますから ね、後半も続けていきたいでしょうね、はい、抜けてくる、フリーだ、シュート、クリア。このピンチをなんとか出します。柏ボール、柏は3本目のコーナーになります。チェックを受けながらのドリブル、マテウス・サビオ、スルーパスを出す。ここはキーパー処理しました。パスを出したんですが追いつけませんでした。古賀、ここはカットします。秋元、裏を狙っていきます。おお、これいいですよ。抜けてくる、スペースを使う、シュッ、ゴールです。フリーの状況を見逃さず決定機をものにしました。そうですね、今のはラストパスが良かったですよね。あのタイミングで出されるとディフェンダーとしては一歩対応が遅れてしまいますよね。
フィニッシュもキーパー、さあ勝負だ、シュートまでいけるか、シュート、追加点、レッツ、これで差は2ゴールになりました。ゴールに置きに行くような丁寧なフィニッシュ、いや落ち着いてましたよね、慌てずにキーパーを確認してよく決めましたよね、判断が良かったですよね。岩尾、今日2点目です。さあ浦和、これで2点差、リードを広げます。いや止まらないですよねこの勢い、さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、いいでしょう、攻守の切り替え、さあコールティエ奪い返します、狙えるか、こぼれた、押し込んでくる、決められない、中央奪った後に早いですよねゴールまでの仕掛けが、柏、なんとか今のシーンしのぎましたね、いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。さあ繋がるか、酒井、うまくボールに行きました、ここはクリア、落ち着いて対応します。浦和がメンバーチェンジをします、パスでつないで攻め込んでいきます、伊藤抜けてくる、どうだクロス、守備陣クリアの対応です、インターセプトを狙う、ここは守備の対応、リンセン、マテウス、サビオへのボール、古賀、このボールをカットします、いや展開早くなってますね、裏へ届くか、抜けてくる、抜けた、勝負のシーン、切り込むか、ここは繋がりません、これ仕掛けるか、マテウス、サビオ、スペースへ、関根、流れを止めます、これは合いません、スピードアップしたいですよここは、タッチだ、奪いに行きます、ドグラス、ドグラスから右へ、ここからカウンター早いでしょ、これを読んでいた、仕掛けるか、シュート、柏絶好の得点機でしたがゴールならず、前に行こうという気持ちはもちろんですけどもね、ちょっと慌ててますかね、この辺は人に対して厳しく言ってますよね、渡ります、自分で行くと読んでいた、シュート、うおー、これは積極的なチェック、伊藤、今日の試合でアシストを記録しています、ここは読んでいました、アディショナルタイムは2分という表示、マテウス、サビオ、いけるか、ここはいいプレスで奪います、マテウス、サビオ、危ない、ここで笛です、3対1、浦和見事な勝利です、そして条件達成です。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。浦和としては最高の結果になりましたよね、選手も重圧を感じていたとは思うんですけども、冷静にプレーして結果に結びつけてきましたよね、これでまたチームとしても一つ成長できると思いますけどね。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。
浦和が見事に突破を決めています。